はい、こんにちは、矢田部です。こんにちは、浜岡です。今日はですね、まあ、普通のターンやります。普通のターンですね。普通のターンだけど、これがやっぱり差つく。一流の本当トップトップは早いですね。もうそれだけでだって、クッキッキュンですよね。キュッキュッキュッ。俺一回ターンやると疲れちゃうんだけど。ね。疲れるんですけど、やっぱり、ね、急激なストップですから。ただそこの足元で浜さん何がどういう風になってるのかを、まあ俺の矢田部の目で見て解析してパクってくっていう回ですよ今日はね。浜ターンですから今日はね。昔びっくりの浜カーンだったんだけどね。全然面白くない。面白くない。浜ターンですね。あ、こっちの方がいいか。こう向きで、こういうターン。俺、これさ、あるけど、ここ、だからその次が。あとっすよね。あとがやっぱ、うん、もう一回行くね。この気持ちを分かってほしいんだよ、うん。俺の気持ちは、ここでやるんだよ。やって、ここで俺、ピタッと止まっちゃうの。で、あー、しんどいと思うの。振り切ってはいる。ここで浜さんとかで、またここからでしょ。ここから見たい、見どころね。いきます？なんだろう、もう一回行って、多分足、左足が違うんじゃん。いや、どうですかね。ちょっと待って、どうだ、ここで、あ、でも触るとこ一緒ですよね。触ってるのは一緒だよね。ああ、一緒ですね。あ、頑張ればいけっかもしれない。頑張ればいけ頑張ってない。頑張りかもしれない。ここで、もうニヤってしてるでしょ。ああ、そう、俺ここで相手が、ドヤって。こっち行った時に、ここで、ドヤって言ったよ。これで、そこですよ。あ、俺ここ見とれちゃうんだよ、きっと。そう、ハメさん見とれないんでしょ。見とれないの。そこ振り切って次行きたいですよね。あ、できるじゃん。早いっすよ。あ、早いじゃん。早いっすよ。ま、もう一回やってよ。いや、多分踏ん張ってないよね。はい、そうですか。踏ん張ってないな。今俺ちょっと踏ん張らないよ。踏ん張った時は違うもん。こう。あ、そっちまでね。ね。疲れますよね。めっちゃ来るでしょ。あんまやんない方がいいですよ、試合中。いや、でしょ。俺これね、試合中バカだから、俺バカだから、こうやって行った後に、もう一回ちょっと来たから。わかります、わかります。ね、うん、これ、大事なのは、どこで触ってる？スチョーマンズの裏でしょ。やっぱ、ここだよ、ここだよ、ね。この辺りでしょ。少し前ですかね。この辺ね、この辺。スチョーマンズより、ちょっと前、これはね。そうするとアウトのでかい方に当たるからね、ここにね。そうですね。ここに当てたいから。はい。ね。で、踏んでちょんすよ。こんな感じよね。あ、でもこれ、小指の付け根でしょ、最後ね。はい。はい。そうですね。小指の付け根に、こう行きたいよね。まあ、でもこれが早いっていうより、俺ね、多分、左足のこっち、軸足がやべえんじゃないかと思うんだよ。こっちですか？そう、こっちや。浜さんやってもこう正面が見ちゃう。足触ってない方ってすごい重要ですよね。そうだよね。うん。行ってて、ここだから。ほら。ここだよね。多分俺角度が、浜さんって今、行った後、こう斜めになってんだよ。蹴ってないよね。運んでるでしょ、蹴んない。そうですか。ちょっと分かんないです。分かんないね。うん、俺、ここ蹴りたくなっちゃうから遅れるんだわ。ダーンってここ蹴りたい。浜さんのは、ここ、あれ、蹴ってない、あれ、ちょっと僕やって。ほら、蹴ってないよね。これ、スパイクとかトルシューの問題じゃないでしょ。トルシューですかね。ね、左足置いてきたの持ってきてるだけでしょ。そうですね、そんなにすごい。すごいってないよね。あの、
何もないところでターンで、こういうターンとはちょっと違います。あ、じゃ分かった、これ練習法分かった。俺もちょっとこれ自分で改善したいから、俺だったらどうするかってやつですよ。練習法は力を抜いてこういう感じなんだ。ここで踏ん張ら、こっちに体重乗せないんだ。乗せないですよ。乗せない。乗せないですよ。こっち行かないですよ。行かないでしょ。だからここで、ほら。あ、ここ難しいけど、絶対こういうとこ練習した方がいい。ほら。早くない俺。今。こういうことでしょ。ほら。あ、これ、わかる。左足つかないでもう、いけるようにさ、早くない。ほら、どうや。まあでもスピードめっちゃ上がってると、やっぱ少し体重きますから。まあ体重もちろん多少はいくけど、ここで、片足でいけたら思ったね。死んじゃう、死んじゃう、そのままピューン。これできるようになった方が早くない？ここで。でも過ぎたもん、体重やっぱちょっとこう流れるから。ほら。おお、これでちょっと流れるでしょ。自然とこう流れる。で、それを残しとけばいいですよ、少しこっち。でも早いよね。俺足開いちゃう、もう一個言ったら。足をあんまり、あ、足開かなかったら踏ん張らない。ここの奥位置。そうですよね。こういうとまた次が。そうだ。ここね、まとめね。ごめん、練習法もそうなんだけど。ここで、大きいとここっちまで俺やっちゃう。ダーンって行きたい。浜さんのやつ、速さでしょ？そうですね。一発の距離よりも速さ取ってるじゃん。こうでしょ。早く相手を、極端。相手を置いていきたい。ターン。ちょっと僕やってよ。こういうとこだよね。俺普通にナチュラルだったら、ほら、こう行く。この極端なやつだ。多分そこだわ。ほら。ほら。早くないわ。早いですよね。来たよね。はい、これね。やったでしょ。重要ですからね。重要ですよ。サッカーは。分かってた。ハマさんのテクニックじゃない。俺の目だから問題は。全部分取ったよ。重要ですからね。単純に目はね。ちょっともう一回やりたいよ。これ、ほら、うまい。声張ったよ。うまい。帰ってこないよ。帰ってこないね。浜岡和久。やめろ。まあということで、ぜひね、ターンの方も練習やってみてほしいと思います。はい、チャンネル登録。お願いします。